はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。そして企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。いやー、3本目三木蔵に聞けでございます。はいはい、3本目な何か来てますか？はい、来てます。何か、はい、いいですか？いいですよ。じゃあそれでは質問に参りたいと思います、うん、私自身ヨガ指導者としてまだまだ勉強が足りないと思っているのですが、うん、ありがたいことにクラスの機会をいただきました、うん、そこで何か優先的に身につけるべきだと思われることがあればぜひ伺いたいですという質問です。すごいね、いい質問ありがとうございます。ありがとうございます。なんか1本目も2本目も3本目もリアルだね。そうですね、やっぱり、うん、確実にこう分かんない、作った質問じゃないなって感じ、本当の来た質問だなって分かるな、うんうん、ありがとうございます。これあるあるですね、うん、あるあるです。へえ、うん、その特に日本人はめちゃくちゃあるあるだと思う、うん、要は日本人のその文化的なものというかカルチャーってさ、うん、謙虚さだったり、うんうん、まあ、基本私なんてまだまだ論じゃないですか。違いますか？そうですね、私もバッチリだからって言う人いないでしょ、うん、あのテストの当日に昨日どうだったって言ったら、いやもう寝ちゃってさとかって目のクマめっちゃねこうあって、もうダメダメダメとかっつってて、ね、90何点とかで取って、ね、やってんじゃんみたいな、たま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 みたいな、そのまだまだ論、はい、まあ、これをいい意味で言ったら謙虚さ、うんうん、っていうんだと思いますけど、はい、あのプロの世界では実はたまにですよ、全部じゃないですよ、たまにこの謙虚さがあだとなって、うんうん、目の前にこう来てるチャンスっていうものを謙虚さを悪い意味で履き違えちゃうと、うん、そのすごくスルーしちゃうっていう現状があると、うんうん、まあ、僕ビジネス講座ね、はい、ヨガの先生に向けたビジネス講座でこの話よくするんだけど、なのでこうなんだろうな、あの謙虚になりすぎても、うん、まあ、チャンスを逃してしまうみたいなことがあって、うん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 、でも日本人のほとんどのね、まあ、ヨガの今からデビューしたいっていうこのほとんどが、はい、じゃあ何を持って何をラインとして私はデビューしたらいいのかみたいな、うん、でいつになったらデビューしたらいいのかっていう、うんうん、なんかこうライン引きみたいなのを欲しい人が多いんだよ。確かに。でね、なもんはねえっていう話ですよ。そう、あのそのラインを自分の中で引いちゃったら、そこに至らない自分と結構しんどい思いしますよ。私まだ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 だなんて。でね、ヨガの世界ではすごく名言がたくさんあって、うんうん、その一つ中、名言の中の一つとして、うん、あのヨガの先生になるタイミングっていうのはその自分でまあ決めるのもいいんだけれども、うんうん、有名なヨガのね、あの言葉があってね、目の前にもし、うん、あなたからヨガを教わりたいんだけどという声、まあ、存在がたった一人現れる。例えば僕がヨガやってて、ヨガの資格講座とかまあ取ったりとか、うん、まあ、取らなくてもいいんだよ、うん、やってて、じゃあ友達のさくらが、うん、ミキこうなんか最近ヨガハマってるらしいじゃん、はい、私にも教えてよ、うん、っていうこの瞬間がすでにあなたは指導者になってるっていう言葉があるわけよ。すごい深いですよね、はい、まあ、ビジネスってこれ発生主義なんて言ったりするしますけど、うん、そのまあ先にね教えてくれっていうニーズが上がってるって話だよね、うん、もう具体的な、ね、うん、そうですね、おそらくこのご質問いただいた方はそういうケースだよね、うん、そうです。私はまだまだ勉強の途中だってね、うん、道半ばだと思ってても、うん、周りの人が、あなたもうそんなに頑張ってるんだって教えてよっていうことが先に来ちゃったってことだよね、うんうん、でその上でまあやると多分決められたから何を勉強すればいいんだろうってなってると思うんでね、うん、やるを決められたあなたは拍手なんですよ、まあ、そこでまだまだ私まだまだだからごめんって言っちゃうのも皆さんだし、うん、いや本当じゃあこんな私でよければとこう、うん、アクションを起こすのもそれぞれだからね、うん、なんかこう一歩を踏み出そうとした、うん、そのご質問いただいた方にまずはエールを拍手を送りたいと。でね、その中で優先的に身につけるべきことってね、いくつかあるよ、あるっちゃあるよ。例えばさ、大前提
一応やってはいけないことっていうのがあるんですよ、ヨガの世界で。なんかシークエンスがどうのこうの実はないんですよ、うん、あのティーチングの中でね、土地ってインヘルとかエクセル吸って吐いて土地る、そんなのやっていいんですよ、なんどうでもいい。やっちゃいけないのは、一番やってはいけないのは生徒を怪我させることなんですね、うん、まあ、これはプロの世界でのもう常識中の常識であり、もうプロを歩む前にそれだけはもう絶対に腑に落としとかなきゃいけない、うんうん、あの共通言語なんですね。生徒を怪我させてはいけないと、はい、でもう一個あるとすれば、ちょっと深い言い方になるかもしれないですけど、主人公は生徒であるってことなんですね、うん、主人公は常に生徒であるっていうこと、うん、やっぱりプロのステージであなたから教わりたいわという、教わろうとしてヨガをするのはその場合で言ったら生徒さんなので、目の前の、うんうん、なので常にこの目の前の生徒さんが主人公であるという意識ですね、はい、うん、なのでそのご質問いただいた方が今現状まだ教えてない現状に置かれましては、自分が主人公なんですね。自分がヨガをやってるフェーズっていうのは自分が主人公です。自分が気持ちいいと感じる、自分がこの先生好きと感じる、自分がこのヨガ好きと感じるっていうのは自分が主人公のフェーズです。それがプロを初デビューする中で自分の主人公から今度は自分じゃない誰か、目の前の生徒さんが主人公になるという、その生徒さんを怪我をささずにこの人を主人公にしたクラスをやるっていう、この2つがまず僕は最重要事項なのかなと、うん、思います。でシークエンスがどう、アジャストがどう、解剖学の知識がどうっていうのは言葉に残したくないけれども、最優先事項というよりは、うん、そこそこはあって当たり前、身につけといて当たり前っていう感じなので、ただじゃあ身につけなければ何もアクション しちゃいけないのかってなると何も動けなくなるじゃないですか。だって解剖学の知識ってどこまでが線引きってどうせなるでしょ。だからあんまり気にしなくてもいいです。怪我させずに目の前の生徒さんが主人公、この2つの方が僕は最優先事項だと思う。でそれをまずはやってみるってことですね、うん、でその中で積み上がるものって経験です、経験です。バック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 してたものがもう少しこうバックバックしてね、こう視野が狭くなって緊張してね、緊張すると視野が狭くなるからね。この状態が10クラス20クラス100クラスでやっていくとこう視野が広くなりますから、うんうんね、うんうん、でそうするとその怠慢さっていう意味の余裕じゃないよ、少し視野が広くなって自分のやりたいことができるようになるという余裕が生まれるから、はい、で必ず来ますその余裕は、はい、ね、余裕っていうのは間が生まれるってことですから、でその隙間ですよね、余裕ができる間に新しい自分の知識とかね、こういうことを覚えてこういうことを入れてあげようっていうスキルを継続的に身につけていくってことがまあその次かなっていう感じ。うーん、だから自分でライン引きをしてここ超えたらこれやろうとかっていうマインドはちょっと置いといて、うん、まずはやってみようと、うん、だけど何も考えずにまずアクションするっていうのは正解のように見えて、その先に待ってるね、生徒を怪我させちゃったり、うん、その自分本位でやっちゃうとね、生徒が主人公なクラスに対して自分が主人公みたいになっちゃうと、うん、それはあまり良くない結果になってもね、うん、悲しいと思うので、このさっき言った2つね、怪我をさせない、目の前の生徒さんが主人公であると、うん、で最後に、まあ、目の前の生徒が主人公であるってどういうことか多分わからないと思うんだよね、はい、うん、でこれまた目の前の生徒が主人公であるってことを今から説明しますって言ったら多分1時間ぐらいかかっちゃう。だから、はい、1個だけヒントね、うん、こういうことを真剣に勉強したかったらよかったらビジネス講座に来ていただければ、はい、1個だけヒントがあるとすれば、来ていただく生徒さんの名前、うん、よかった誕生日、うん、どこで生まれて、うん、どこ出身で今どんなことをしてるのか、でご結婚されてる方がいたら、うん、その個人情報もあるけれども話の中でそれが拾えるんであれば、どういう家族構成でどういうふうな感じなのか、うん、お子さんがいらっしゃるのかいないのかを全部丸暗記してみる、それがヒントです。はい、はい、以上が答えになります。ありがとうございました、はい、今日も誰かの何かの役に立てればなと思い、うん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 、おしゃべりしましたが、はい、また第何弾とこう続けていければなと思いますので、
当面需要がなくてもやるよ。はい、またお付き合いいただければと思いますので、はいはい、質問等ある方はコメント欄、ね、うんうんうん、ここだったり、インスタ の, 何かのコメントにね、うん、こう、あ、インスタグラムで毎月のようにライブ配信をやってまして、はい、アーカイブ、インスタライブの保存コーナーで何回も見れますから、そういうところにコメントをいただけると、うん、こちらの YouTube で拾ってお答えしますので、はい、はい、よろしくお願いします。ぜひ引き続きよろしくお願いします。はい、ではまた。ありがとうございました。